2008年から2014年までのロゴ GOG.com はビデオゲーム及び映画のダウンロード販売プラットフォーム。GOG はウィッチャーシリーズで有名なポーランドのゲーム会社 CD プロジェクトによるゲーム配信プラットフォームである。CD プロジェクトの完全公会社である GOG Limited が運営しており、キプロスのニコシアに本社を置いている。OS は Windows OS X Linux に対応している。 コックとは、グッドホールドゲームズの略で、その名の通り当初は、レトロゲームが専門だったが、2012年3月より、新作ゲームの販売も開始した。映画も配信している。DRM フリー、フェアプライス、マネー、バックギャランティーをモットーとしている。ゲーム配信プラットフォームとしてはスティームに次ぐ、大手の一角を占め、ウィッチャーさんに関してはスティームよりも多く売ったという。 1994年にマーチン・イウィンスキとミハール・キシンスキは CD プロジェクトを創業した。彼らはもともとはアメリカの小売業者からゲームを輸入しポーランドで販売していた。2008年下旬に CD プロジェクトはグッド・オールド・ゲームズという名でゴグドット・コムを設立した。当初の目的は現代のプレイヤーに古典ゲームを デジタル著作権管理なしで販売することであった。2010年9月19日から22日までの間、gog.com のウェブサイトが利用できなくなり、メッセージが表示された状態となっていたほか、同社のツイッターアカウントも閉鎖された。goodoldgames の広報担当者は、サイトは閉鎖されておらず、サービス変更に関するニュースを近日中に知らせると、繰り返し述べた。 2010年9月20日に停止についての説明がサイトに投稿され、それによればサイトは事業と技術的理由により一時的に閉鎖をしなければならなかったと説明されていたが、業界のジャーナリストは企業のツイッターのメッセージに基づき閉鎖は同社の DRM フリー戦略に関連するものだと考えた。2010年9月22日、Google.com はサイトの閉鎖が ベータ版から正式版となったサイトの一部としてのマーケティング上の悪ふざけであることを明らかにした。サイトでは、まず第一にゴグドットコムの閉鎖により騙されたもしくは傷ついたと感じたすべての人々にお詫びします。小規模企業ではマーケティング予算が膨大ではないため、ウェブサイトの新しいバージョンを立ち上げに関連した大きな話題を生成する機会を逃すことはできません。 さらに重要なことは、バルダーズゲートが蘇ります。と述べられていた。このサイトは2010年9月23日に元通りになり、ウェブキャストのプレゼンテーションで外説されているように、店舗の改善と利点が追加されていた。プレゼンテーション中、ゴフドットコの共同設立者、マーチン・イウィンスキとマネージングディレクターの業務ーム・ランブールは、罪を償うための修道士の服を着ていた。 サイトの再開により以前はゴグドットコムに気づかなかった新規顧客を獲得したことによりランブールは成功したとみました。ゴグドットコムは約束していたように再開後に以前はアタリやハズブロおよび他の企業間で発売されていたダンジョンズドラゴンズの関連ゲームの所有権関の法的問題のためにダウンロードサービスを通じてミリリースだったバルダーズゲート フランスケープ、トーメント、アイスウィンドデールなどのブラックアイルスタジオのゲームをいくつか提供することができた。2012年3月27日、グッドオールドゲームズは過去作に加えて新たに AAA 作品と独立作品を追加すると発表した。サイトは GOG.com にブランドが変更された2012年10月、GOG.com は DRM フリーゲームを OS10 に対応すると発表された。これには以前は CD プロジェクトレッドによって開発され以前は Steam 独占だった OS10 版のビッチャーとビッチャー e 2が含まれていた。GO、g o ッ c o m はコミュニティのウィッシュリストにユーザーのフィードバックを集めた。最も要求された追加機能の一つは 進行中とマークされる前に1万5000秒近く集まったネイティブリナックスゲームのサポートだった。もともとはゴグドットコムの代理人は技術的かつ運営上の問題でリナックスを対応させるのは厳しくなっていると述べた。しかしながらリナックスを対応させることを望んでいた。2014年3月18日ゴグドットコムは公式にリナックスのサポートを追加すると発表し、 当初は2014年秋に Ubuntu と LinuxMint を対応することを目標としていた。2014年7月25日、Linux サポートが早期リリースされ、対応する50種類のゲームが発売された。発売された作品には Linux に新しく対応したゲームが含まれていたが、大半のゲームはすでに他の配信プラットフォーム上では Linux 向けのダウンロードに対応していた。 2014年8月27日、Google.com は新サービスとして DRM フリー映像の配信を開始すると発表した。Google.com は MP4 形式の DRM フリーのダウンロードとユーザーを特定のプラットフォームやデバイスに拘束しない標準 DRM フリー HTML 形式のビデオストリーミングを提供している。映画はフル HD1080p。 720p、720 576p で利用できる。ただし、一部の作品は、フル HD1080p に対応していない。Google.com はインターネット文化と、ゲームに関する21のドキュメンタリーを追加する、ことから始まった。フィクション映画やシリーズを追加する計画もある。Google.com のマネージングディレクター業務、ランブールによると、同社は、多くの主要スタジオと話しており、 スタジオの代表者はこのアイディアがに好意的だったが他の主要スタジオが最初の一歩を踏むまでは現在の DRM 戦略の放棄に消極的だった。まだ Google.com は初期の消極さを克服し DRM フリーの映画を進展させる計画を立てている。2013年12月9日 Google.com は購入したゲームで解決できない技術的問題に 直面したユーザーに対し最初の30日間の返金保証を導入した。2015年4月2日から Google.com は DRM 認証システムが動作しなくなった一部のゲームの箱入りのコピーのゲームキーの所有者に DRM フリーダウンロードを提供し始めた。その例として STLKER シリーズや Master of Orion シリーズがある。 2016年までに80万ドル以上のゲームが購入されシステムを通じて有効化された2014年6月の CD プロジェクトレッドの企業アップデートの中で Google.com は Steam のような Windows、Mac、Linux プラットフォーム向けのクライアント g o g Galaxy を発表した。クライアントは店頭、ソフトウェアデリバリー、 ソーシャルネットワーククライアントとしてデザインされ、プレイヤーは gog.com からゲームの購入、プレイができ、フレンドにシェアできる。ギャラクシーはオリジナルのマルチプレイヤーの API を含んでおり、開発者は Steam 版のように gog.com 版にも同様のマルチプレイヤー機能を含めることができる。クライアントの利用自体は任意であり、gog.com のサイトの DRM フリーのソフトをプレイできる。 2014年10月15日、ゴックギャラクシーのオープンベータ版が、エイリアン VS プレデターのプレゼントと共に開始された。2015年7月にゴックギャラクシーのベータ版は、PC ゲーマー氏によって、好意的に評価され、特に Steam に比べて、ユーザーを重視していると指摘された。2017年3月22日をもって、ベータ版は終了し、古いゲームにも対応する。 クラウドセーブ機能が追加された。コックギャラクシーは現在マイクロソフトウィ Windows, Mac OS で利用可能になっており、Linux 版への対応も予定されている2016年6月に公開されたコックコネクトはゴグドットコ c o m と Steam の両方のアカウントを持つユーザーが Steam ですでに所持している一部のゲームをゴグドットコ c o m のライブラリーの一部として追加することができる機能であり、 ユーザーは DRM フリーのバージョンおよび Google.com によって提供されるボーナスアイテムをダウンロードすることができる。すべてのゲームがコネクトの対象ではなく Google.com が可能にするためにゲームのパブリッシャーと協力する必要がある。さらに対象ゲームを追加できる時間は限られているが一度ユーザーが Google.com にゲームをインポートすればライブラリーに無期限に残る。 提供されたデジタル商品はオンラインで購入してダウンロードすることができ、デジタル著作権管理なしで配布される。商品の価格帯は普通は5ドルから10ドルの間であり、特価での販売も週に数回行われる。一部の新規作品はより高い値段になる。g o c o m のデジタル商品はギフトカードを通じて他の人に与えることができる。ユーザーは ゲームのダウンロードや起動に特別なクライアントソフトをダウンロードする必要はないが今後消滅する予定のダウンロードマネージャー及び g o ク Galaxy ク,クライアントが利用できる。ダウンロード後にユーザーは個人使用目的で複数のデバイスにソフトをダウンロードしたり無期限に個人の外部メディアにデータを保存したり Mod やパッチを当てたり自由にソフトを使うことができるが 再販売や他人との共有は許可されていない。ソフトウェアのインストーラーは技術的にはユーザーの Google.com のアカウントとは独立しているが Google.com のソフトウェア利用許諾契約下にあり許諾されるもので販売されるものではないと明記されている。許諾されるもので販売されるものではないモデルはしばしばデジタル商品の所有権について巻き起こる疑問である。 欧州連合では欧州司法裁判所は所有権が移譲された時点での最初の販売時の著作権商人のルールに従って著作権者はデジタル販売されたソフトウェアの再販に反対することはできないとした新しいバージョンのオペレーティングシステムと現在の PC ハードウェアとの互換性を確保するためゲームは gog.com によってプレパッチされ復元されるこれは そのようなゲームをオープンソースのエミュレーションやスコーンベムやドースバックスのような互換性のあるソフトウェアとバンドルするかソースコードの適合によって実現される必要である場合追加パッチが含まれており時々ゲームコミュニティ自体からのパッチも含まれているそのような追加パッチを持つゲームの例としてアウトキャストダンジョンキーパー2があるゲームとともに ユーザーは購入したゲームに関連する数多くの追加資料をダウンロードできる。追加資料にはゲームのサウンドトラック、壁紙、アバター、マニュアルなどが含まれている。gog.com はすべての購入に対し完全なカスタマーサポートを提供しており、購入後30日間は返金保証される。反則キャンペーンは定期的に開催される。 キャンペーンではバンドルで購入した商品の割引が行われたり、写真からゲームを推測するや、特定のレベルのベストタイムなど謎のコンテストが行われることがある。また、GO、g o ド g トコ c o m はデビューコンテストでゲームのプロモーションコードを提供する。GO、g o ド g トコ c o m は明白なゲーム販売数を一般的に公表しないため、デジタル販売業者の間での、GO、g o ド g トコ c o m の 市場シェアを考慮するのは困難であった。しかし、個々のゲーム開発者が、特定のゲームの異なる、ゲーム配信チャンネルでの販売実績についての内部、統計情報を発表することがある。2011年11月11日付の記事で、PC ゲーマーは、ウィッチャー2のオンライン販売の統計を報じた。記事によれば、ダイレクトにドライブ、インパルス及び、 ゲーマーズゲートでの合計販売数は1万本でゴング .com が4万本を販売した一方、スティームでは同時期に20万本が販売された2013年2月20日、ディフェンダー、エスクエストの開発者であるラース・ドゥーセは開発者から直接ゲームを購入してダウンロードする2つの方法を含む4大デジタルゲームの配信企業を含む6つの異なるデジタル配信プラットフォームでゲームをリリース。 してから最初の3ヶ月の収益を明らかにした。その結果、ゴグドットコムは収益の8.5%を生み出しており、使用されるデジタル配信プラットフォームのうち、スティームの58.6%に次いで2番目であった。ルーセは大手デジタルゲーム販売業者にとって、ゴクの地位は明らかに上昇している。直接競争の下でも、ゴクは スチームと比べて14.5%の収益を上げていると指摘した。スチームは熱心な支持者の専属市場を楽しんでいるが、ゴックは迅速に魅力的な選択肢になりつつあり、特にハンディ RM の人たちの忠誠心を得ていると述べた。2015年9日、現在、ゴッグ .com で CD プロジェクトレッドのゲーム、ウィッチャーサンワイルドハントが、 コックを通じて購入された数が69万本に上り、スティームと他の配信サービスを組み合わせた数よりも上回った2009年3月26日、コックドットコは UBI ソフトとの間でバックカタログからゲームを販売する契約を締結したと発表した。これは DRM フリーのダウンロードを提供する大手パブリッシャーとの最初の取引だった。 ゴグドットコを介して販売する契約には他のオンライン配信チャンネルでは利用できなかったゲームも含まれていた。2014年9月5日、ゴグドットコはシンデマウェアのカタログからアミーガのゲームを販売し始めディフェンダー・オブ・ザ・クラウン・クラウンのディフェンダーから販売し始めた。これは技術的にシンデマウェア自身の書かれたエミュレータロクラブスターを介して可能になった。 2014年10月28日、g o o g c o m は DRM フリーのパートナーとしてディズニーインタラクティブ、ルーカスアーツの大手パブリッシャーを確保することができた。この新しいパートナーシップにより g o o g c o m は頻繁にリクエストされたいくつかのルーカスアーツ作品を再リリースし始め、最初は6作品から始まった。2015年5月5日 g o o g c o m は パシフィックゼネラルとファンタジーゼネラルを発売し、出版社としてゴックリミテッドという名前を付けた。同社はこれらのタイトルの著作権を取得しており、将来的にはより多くを取得する予定であることを明らかにした。2015年8月26日、ベセスダソフトワークスは ID ソフトウェアのドゥーム、クエイク、ホールアウトそして古典的なエルダースクロールズの 作品などがゴグドットコムに追加された。ゴグドットコムにはカタログで2000以上の DRM フリーのゲームがあり、新しいゲームは週に数回追加される。ありがとうございます。